こんばんは、おはようございます、みーなみです。はい、ということでね、今日もアイスをね、もっぱんしていこうと思います。チェック。今日のアイスはまだ紹介する前に第4弾です。イエーイ。ということでね、いきたいと思います。レッツゴー。はい、ということでね、やっていきます。今日のアイスはこちら。みんなもね、多分見たことあると思う。じゃん。上手上手です。上手上手バーです。はい、これはね、カロリー85カロリーとなっています。はい、こちらです。じゃあ開けていきます。これね、形はね、上手サメの形になってるみたいですよ。よくわからん。よくわからんけど、これね、サメの形になってるみたい。こんな感じで、なんかよくわからんけどね。で、色はね、あの水色よりちょっとなんか深い感じの水色で、中ね、ちょっとね、透けてるのがピンクっぽいの。これね、多分ね、ここに写ってるのがいちごオレンジのがあるから、多分、あ、書いてる、オレンジ&タルギって書いてるから、オレンジ味といちご味が混ざってるみたいだから、じゃあ外側がオレンジ味で中側がタルギなのかな、わかんないけど、じゃあ食べてみたいと思います。イエーイ。じゃあ、もう消すんだ。ガリガリ君の外側分かりますか？シャリシャリの方じゃなくて、氷じゃなくてシャーベットみたいな側なんですよ、外側で。中がなんかよくある、何、チョコの中にキャラメルが入ってるみたいな、そういうちょっとぬたってしてるアイスです、中に入ってるのが。みなみはね、こういう感じであんまね好きじゃない。食べると外側の味がね、すぐね消されちゃう、中の味が濃いから。うん、可愛いんだけど、みなみは苦はい、ということでね、今回ね、上手のね、上手バー食べてみたんですけど、みなみはね、味は大丈夫なんですけど、中のアイスな感じがね、ちょっと苦手でした。ぬたってした感じが。でも、味としては美味しいので、よかったらみんな食べてみてください。以上、みなみでした。バイバイ、ハンニョン。終わり。こんばんは。